水場族は、タデカに属する分類群の一つ。ギシギシ族とも呼ばれる。ギシギシ、水場などを含む多年層または二年層からなる。俗名、ルメックスは、槍の一種を示す、ラテン語である。これは、水場のように葉の形が、槍の穂先に似ていることから命名されたもの。湿地、または、水分の多い土地に生えるものが多い。角質ないし多肉の葉を、 ロゼット状に出し、茎を伸ばして、先に塩水果汁をつける。茎につく葉は、基部の葉より小さく、形が異なることが多い。花は、風梅花で、良性、または単性、さらに水葉など私有異種のものもある。水葉は、性染色体により性が決まることが知られている。花は緑色、または赤活色。可変は6個あり。 内側の3個は花が大きくなり、果実を包む。湯水は6本、滴水の花柱は3本に分かれ先は、棒状になる。果実は種子を1個含む3両形の痩せか。約200種が主に北半球に自生し、その他の地域にも広く帰化している。日本には十数種が自生あるいは帰化している。低地に繁殖する種は主に二十歳雑草として、駆除の対象になることが多い。 特にギシギシは大きな根底を形成し、通常の除草手段では防除が難しい難防除雑草として知られる。生物のお薬としてのハム種類の利用が検討されることもある。その一方で、水場、ヒメ水場、ギシギシは食用として利用されることがある。ヨーロッパなどの一部の国ではこれらを野菜として栽培する。ウ酸を多く含むので酸味がある。 また民間薬として用いられたものもある。エゾのギシギシの葉はヨーロッパでバターを包むのに用いられた。ありがとうございます。